みなさんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は J ワークアートさんの立位体験会に来ています。いろいろ体験するので、ご紹介していこうと思います。では行きますまずはかかとの骨密度をチェックします。50点っていう感じですね。ちょっとおからあの足上げますね。さっきの言ってた70に対して、まあ、50みたいなイメージでいいと思います。やばい。え、いいの悪いの？おばあちゃん、まあ、まあ、テストで言うと100点満点中50点。へえ。そうですよ。まあだから70、まあ一般的には70以下だと少々って言われてるんで、かかとっていうのはもう立たない限りかかんない場所だから、そこはもうより顕著に出ます。かかとガンなんて落としてられないんですね。そうです。で、先言ったように多分マコさんの場合は、特にこう多分立った時にちょっとかかと一瞬浮くでしょう。この際にアキレス腱からかかとの方面ちょっと逆に、要は剥離骨折が起こる可能性は。怖っ。ビビらすわけじゃないですけど、でもまあ実際でも50って言っても50は車椅子ユーザーの方だったら正直悪くないです。でも受賞からまだそんなにっていうのもありますよね。そうと年齢もちょっと関係するし、はい、先ほど言ったように形成がある方もかなり違うんで、だいたい30前後になるんですよ。でやっぱり30とか切ってくるとちょっとまあ僕たちでも立たすっていうのは段階を踏まないとしないです。はい、皆さん骨粗しょう症には気をつけましょう次は基礎代謝量や筋肉量を測っていきます。これは車椅子の人や脊損の人のデータを元にして標準値が作られているので、より自分がどのくらいのレベル、どのくらいのバランスでいるのかというのがしっかり分かるものになりますでも顔すっきりしてるよ、前より。言われる、それ。うん、やっぱ人から見られるようにやっぱ人から見られると綺麗になるね。OK、ありがとうございます。終了しました。さあ、どっちかな。測定部位ごとに一覧で出てきます。まずは全体的に標準値でした。スキャンするんですね。あと、お腹の上にちょっとあのこういう電極を置かせてもらいます。へー、はい、これあれかもしれないです。取ってもらった方がいいかもしれないです。何？怖い。どれどれ。体脂肪率は体幹の部分、お腹の部分だけ 30.1、 ちょっと平均ですが。で、内臓脂肪レベルは4、標準範囲内ではあります。はい、あ、全然大丈夫じゃん。健康的大丈夫です。でもベスト86？測定、こう見えてるところでこう一周回ってるっていう推測なんで。あ、なるほど。そう、見えてるところ ×2 みたいな感じにしてるので、はい、まあ、真の数字ではないと思う。デローンってなってるからね。そうですね、そうですね。大丈夫じゃん。終了しました。だってベスト64の履けるもんじゃん。いよいよ形成を使っての立位をしてみます。足首に巻いているベルトはかかとが後ろに逃げないための予防と、青いクッションはしっかりとした足幅を保つために挟んでいます。以前紹介した形成を使いながら、まずしっかり膝を伸ばせるようにして、あとは腰が引けてしまうので今は後ろから押さえてもらってる状態になります。この距離ちょっと照れますね。顔の系統は一緒ですからね。結構近しい系統の顔をされてますよ。自分でやっぱりもう一回伸ばすっていうイメージとかできる？すごいだから、まあ、理想はこの、まあ、サラさんと耳と肩と股関節と、まあ、外くるぶしやや前方ぐらいが、
まっすぐになるぐらいなので、まこさんの場合はこの股関節の運動が若干薄いっちゃうんですよ。それはやっぱり前にお尻を、でその際に膝も一緒に伸ばす。そう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 、うまい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 。感じ。すごい。今横からが多分いい感じがする。すごいすごい。そう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 。でこれにも風がかかってるかかってますね。さっき言ったように例えばかかとの骨密度、かかと今しっかりと風がかかってますよね、うん、やっぱ立たない限りはやっぱりかかとには風がかかりづらいんで、まあ、体の部位でも一番かかとの骨密度は、ね、落ちやすいですね、うん、すごい綺麗よ、なんか本当にここだけでいいそうな気がします。そう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 、その入れ直すっていうのはすごい、あと抜ける感覚もすごい分かってるんで、そう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 、逆にできると思ったらやっぱり最大限の努力をしてもらって、こちらは最小限のサポートに切り替えていくんで、こっちが最初はやってる感が強いけど、それが入れ替わってるんです。自分がやってる方がだん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 強い。だから僕らが楽できてる方がいいし、あの率がすごいすごいすごい、うん、やっぱりね、いい形勢持ってます。すごく立位体験会には含まれてないのですが、特別に筋トレのマシンがある場所も見学させてもらいました。あの車椅子で座ったままトレーニングができますよっていう機会になってます、はいはい、でちょっと今回はアンコラっていうちょっと韓国からですね取り入れた、はい、機械になっています、はい、あのこちら黒い、右側と奥の左側の機械が有酸素系の、はい、トレーニング機械になってまして、で真ん中の3台が、まあ、筋トレ、はい、をしていただく機械になってまして、こちらはあのローイングマシン、ご存知ですか、ローイングマシン、あのボートこぎの、はい、機械をこうモディファイをして作られた機械なんで、まあ、こうあのファンがありまして、はい、それが回ることによって負荷がかかって、はい、まあ、有酸素、まあ、トレーニングする機械にして、で白い方はですね、まあ、見ていただいたとおり重りがついてまして、はい、この重りにワイヤーがついてますんで、それをこう牽引引くことによって、はい、トレーニングをする機械でして、はい、まあ、高さを調節していただいて、まあ、こういった広背筋ですとか、まあ、僧帽筋ですか、菱形筋ですとか、はい、まあ、背部の筋肉の、トレーニングをしていただくメニューを、行っていただけるような、はい、機械になっております、はいはい、で、もう一つ特徴としてはこちらにローラーがありまして、はいはいはい、まあ、あの体がこう後ろに固定しないように、はいはい、止めれるようになっています。あ、なるほど、はい、これでいくらグッと後ろに引っ張っても足でこう止まるので、後ろに引っかかれるような設計になっています。すごい、はい、頭いい、ありがとうございます。僕じゃないんですけど、はいはいはい、でこれで前に行かないような設計になっております、はいはい、ちょっとじゃあ重り回転を見ていただこうかな、はい、はい、で代表していただいて、はい、でそのまま横に入っていただいて、で重り変えるときはここがちょっとですね、まあ、浮いてるので一度このワイヤーを手前に戻していただいて、なるほど、そうなんですよ、ちょっと遠いかな、はい、はい、で重りを、はい、変えていただくと、結構下行きました、え、いや1個しかやってない、はい、で反対側もでもこれも、あ、そうですね、はい、それを戻していただいて、これがだから自分で片手で引けないと意味ないってことですよね、全て一人でやるにはそれを引いていただいた方がいいかな、重いよね、ちょっとそうですね、今少し重めにされましたね、はい、軽くしてもらってもいいですし、もう少しこう近くに近づけてもらうっていうところも一つありかな
おお、いけなくはない。フットレストの高さが高い方はここに入れてしまう方も中にはいらっしゃいます。ちょっと車椅子の設計によってるんですけども、ちょっと難しいかな。あ、いける。あ、いけない。あ、いけない。あ、引っかかりましたね。そうか。ここにスタッフがかあの常時じゃないんですけども、はい、まあいることありますので、まあ、その時にはちょっとお手伝いとかっていうところをあのいただける、はい、場合もありますので、はい、はい、じゃあちょっとまた入っていただいて、はい、まさかと違います。そうですね、負荷がやっぱりかかりますか。で、あのまあまこさんよりもこう体幹が弱い方とかは、うん、はい、あのこちらにベルトがありますので、うん、はい、ベルトを巻きつけていただいて、はい、体がよりこう、まあ、あの固定されるようにして、うん、できます。はい、で、まあ、さらにあのグローブも実は私たちありまして、うん、はい、まあ、あのちょっと手の、ね、麻痺がある方とかはこういうふうにちょっとグローブをつけていただいて、はい、固定していただければ、まあ、誰かにね少しちょっとしたサポートをしてもらえれば、はい、そういう方も使えるようになっています。はい、ではここは離れましょうか。はい、はい、ありがとうございます。でちょっと有酸素系も一つ使っていただく、はい、これすごい気になる。気になりますね。お友達もやってください。はい、はい、それコーナーがありますので見ていただくと分かるように後ろから入っていただく形になります。はい、でこれもちょっとまっすぐにこの両脇のこの白い線になる幅をちょっと均等に下がっていただいて、はい、はい、ベースこの辺でちょっと止まっていただいて、はい、まあ、これも一応ベルトあるんですけど、じゃ左手届きますか、はい、はい、右手届きますか、はい、いいですね、いいですね。でそのまま、まあ、フライといって前から、あ、後ろからこう前に、あー、きついわこれ、はい、まあこう胸とか、まあ、腕を鍛えるすごい、そうですね、ちょっと一回前に、はい、はい、あのこれワイヤーを結構前にすればするほどちょっとあのこの負荷が少し下がってくるので一番最初に負荷がかかります。あ、はい、あ、なんか軽くなっちゃった。でゆっくり引くと負荷が低くなります。早く引くと負荷が強い。ああ、なるほど、はい、え、これ持てるときは、なるほど、おお、マコさんの場合ちょっとベルトしていただいた方がよりこうあの激しくできるかもしれない。ちょっとベルトしましょうか。じゃあ、はい、ベルトしていただくと前に、まあ、倒れないような形になるので、はい、結構前にグッと引っ張っても倒れないので、まあ、そのまま今度起き上がる練習も、まあ、トレーニングにもなるかなと思います。はい、いいですか。はい、失礼しますね。体ごとごとくグッと前、そうです、そうです、グッと前、はい、腹筋も使ってください。腕だけ、あ、なるほど、腹筋をしっかり、そうです、はい、腕だけじゃなくてしっかり体幹のトレーニングもいいし、はい、カウントしました、はい、カウント1、はい、2、10回いきましょう、はい、3、そうです、戻るときはしっかり背筋使って、そして腰の方から、これ、なるほど、はい、5、はい、足も意識してもらってもいいですよ、6、はい、4、2回まで、はい、はい、いいですね、はい、9、最後、10、素晴らしい。結構きますよね、この短時間でね。やばい、おっぱい大きくなる。やばい。面白い。まあ、有酸素系の、あのトレーニングなので、まあ、15分とか20分とか、はい、連続でやっていただくと。15分、はい、20分やるんだ、まあ、すごいね。はい、まあ、代謝を上げるような、はい、運動になると思います。はい、まあ、今は結構ね、こう連続でやってますけど、まあ、もう少しこう負荷を緩めて、あ、はい、あのやってもいいですし、はい、はい、まあ、その時に合わせて、はい、今回立位体験会に参加し、装具やロボットに頼らず自分の足で立つことの大切さや感動を強く感じることができました。いつもお話ししていることですが、自分の体の状態やポテンシャルを知ることでプラスになることは大きくあると思います。機会があれば皆さんもぜひ立位体験会に参加してみてください。スタジオは東京、大阪、3月後半には福岡にできます。
概要欄にホームページの URL を記載してますので、気になった方はチェックしてみてください。